さちゃん罰ゲームお疲れ様でした。楽しかった？いや、もうあの人はたくさんいてあったかかったんですけど、うん、それはそれで恥ずかしいです。まあそうだよね。自分のこんな下手な歌を聴いてもらって、うん、手拍子してもらってちょっといい気分になるんですけど、あのもう皆さん帰ってくださいどうぞでもすっごい気持ちよさそうね。気持ちよさそうでしたね。前は本当に暖かかったので、うん、よかったですね。だって歌ってる歌がそもそもさ、スピードさんのすごくいい曲ばっかりだったじゃない。私の曲でよかった。私なんてクソ野郎フィーチャリングゲス野郎とかそういうさ、新宿の街頭でやった時ですね。そうだから私はそれなりに恥ずかしめられたし、あきおちゃんは ね、みんな仕事してる人たちだったので、エレベーター、車内のエレベーターで、うん、なのでみんなすごい嫌な顔をしていたので全然違って羨ましかったね。でも私も MC ハマーやりましたよこれ裏バズも佐藤で決定してる。いやいやいや、結託してるんですか。みなほちゃん、違う、みなほちゃんそう思います。いや違う、待ってください。私のモノマネのクオリティが低かったのも分かります。で、みなみさんが高かったのは皆さん分かると思うんですよ。2人言うてもそんなに変わんないですよ、私と。あ、じゃあ壇蜜さんいかがでしたか、佐藤さん。うん、ぼちぼち良かったんじゃないかな。やっぱ似てるよ、ツヤ感が似てる。このあたりとか結構セクシーだと思いますよ似てるんだ。そう似てるね。プーさんどうだった。ハチミツ食べたいなもう吉田でいいじゃないですか。そうだね。やだちょっと微妙なところだね。だけど、みなみさんはもうたくさんあるレパートリーで、あやしはダンミツさんがある、私ファービーがある。ないよ知ってますか。 YouTube 検索してみてくださいでもやっぱり罰ゲームなのに罰ゲームっぽくなかったから、そう、ね、もう一回やって。私のせいじゃない、本当に本当に恥ずかしいですよ。やります。じゃあ渚ちゃん誰だと思う。私はもう吉田に磨いてほしい何か一つ。吉田ね、はい、意外と欲しいって渚さんに言われるとなんかすごい納得いかない私のファービーの周り本当に似てる。もう次の女子アナの罰から私絶対ファービー持ってくるからここに。あのとにかく視聴者の皆さん、あのこの2人のどちらかでお願いいたします。